Nippon. Kiss my all night. Nippon Premium. Premium. All night Nippon Premium.こんばんは、キスマイフット2の北山博光です。横尾渡です。千賀健人です。さあ今夜はキスマイフット2からこの3人でお送りしていきます。お願いします。さあまずは、僕たちから、ご報告とお礼があります。目の不自由な方へ音の出る信号機を第44回ラジオチャリティミュージックソン。視覚に障害のある人たちが安心して街を歩けるように、音の出る信号機や社会参加につながるアイテムを一つでも増やすためのチャリティーキャンペーンです。去年の11月から今年の1月まで3ヶ月にわたり展開してきました。クリスマスイブのお昼から24時間の生放送を僕らキスマイフット2のメンバーが担当しました。キャンペーンと24時間の生放送は皆さんの温かいご協力ご参加をいただき無事に終えることができました。ラジオチャリティーミュージックソン、ここで今回の最終募金総額を発表させていただきます。昨年11月から今年の1月までに寄せられた金額は8815万8161円となりました。たくさんの温かい心、たくさんの募金を本当にありがとうございました。ありがとうございました。いや2000年以降で最高額を、記録させていただいたみたいです。本当にありがとうございました。ね、この寒い時期にそうですね、募金に来てくれた方もそうですし、振り込み、そして書き留めなども、募金してくれた皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。いや、このようなね、なんかチャリティーという形にキスマイフット2としても参加させていただいたのが、まあ初めて、ほぼ初めてなんじゃないですか、グループとしては ね、はい、ジャニーズ全体としてはもちろんありますけども、はい、そういう意味も含めてちょっとなかなか自分たちの勉強させていただきました。さあこの活動ね、この声を垂らさないようにこれからも僕たちのできることをちょっとずつでもいいからね、はい、ちょっと続けていけたらいいななんて思っています。ご、はい、努力ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今夜も元気にいきましょう。せーの、キスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム。改めましてこんばんは、オールナイトニッポンプレミアム、金曜のパーソナリティはキスマイフット2です。今夜は北山と千賀と横尾です。はい、3人でお送りします。よろしくお願いしま す。もう5度ですよ、外は5度ねえ、いいですね。昨日の夜中、夜、あの雪降ってましたね。そう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 、ね、そうなんですか。そうなの、家から出てない出てないです。あの予定が終わったらもう夜は出てないんで、カーテン閉め切ってたんで。ああ、そうなんだすごいね、すぐ帰ったんだね。すぐ帰りました。俺なんだっけな。なんかしてた？あ、あの外ちょっと行ってたんだけど。そうなんだ。あの雨から途中やっぱ雪、みぞれっぽかったかな。でも昼間みぞれっぽかった。昼間はだって天気結構良かった。ピーカンでしょ？良かった。急になんですね。ただくっそ寒かったね。めっちゃ寒かった。夕方ぐらいまでそんなに気温も低くなくて、あ、これ雪になるのかなって思ってたけど、夜になったらちゃんと雪になったね。いや、あとさね、もう悩みなんだけど。うん、どうしたの？暖房かけたままだと乾燥すんじゃん。はいはいはい。で布団入るとさ、ある程度するとめっちゃ熱くなるじゃん、でちょっと剥がすじゃん、布団を、そうするとさ暖房消してるからすげえ寒いじゃん、でそうするとまたかぶるじゃん、いつ寝れんのみんな俺全然寝れないんだけど最近暑い寒い暑い寒い繰り返して、あ、暖房つけてない。でも相当寒いでしょそれ。部屋の温度、いやだって毛布かぶってるし、あ、じゃあもう自分の体温だけで、あとワンコが近くにいるからもうあったかい、ぬくぬくあ、それいいな、ぬくもりもあるしね、あるから生き物のね。布団かぶってるとぬくぬくっていうじゃん。もう暑いの途中から。暑い場合は足だけ出してちょっと冷やしてみたいな。でも足だけもうめっちゃ冷たいね足が。でまた入れるじゃん。繰り返すのよ。服着てる？いや一応着てるよ。あ、本当？いやすっぽんぽんで寝てるわけじゃないから。あ、じゃない。一応高一くんスタイルじゃないんだ。俺はでもトランクスと、あの T シャツで寝るのが一番好きだからね。ああ、そうなんだ。だからじゃん。だって俺長ズボンちゃんと履いてるもん。マジで？え？俺もね、パジャマ着てる。パジャマ着た方が熱くなんないんだよ。あの自分の体温が直に毛布にあの伝わるから、逆に熱くなっちゃう。だから着物とかもそうでしょ。汗かかないとか言うじゃん。そう、あの体温保たれるから、その汗とかかく状況までいかない。ちゃんと服着た方がいいんだよ。トランクスがなくて。そうだから、あのよくさ、布団に入る用のパジャマで、パジャマに着替えて、布団に行くのが理想とは聞いたことあるんだけど、それは
ちょっとそれその派が分かんない。分かんない。部屋着と寝る服が違うのよ。うん、ああ。藤ヶ谷さんもそれしてるよね。僕は部屋着と寝る服一緒です。うん、一緒、うん。俺も一緒のパターン。でもそれ今の話聞くとやっぱ、ね、寝るように買った方がいいのかな。まあその方がいいと思うけどね。うん、いい寝やすい服っていうのもあるし。何がいいの？だから藤ヶ谷から聞けばいい。どれ着てるって。お揃いの買いたいんだけど。藤ヶ谷さん。同じ色の同じ形の同じ種類買いたいんだけど。プレゼントするよ。逆に僕らが。いやあのね、出しましょうか。わかんないけど。いやでもシルクのテッカテカのツルツルみたいな。なんかそういうのわかんない。そういうのがいいのかな。どうなんだろう。いやまあまあでもさ誰にも見られないわけだからね。寝心地がいいやつが一番いい。いいです。いやまあそうなんだけどさ、それだからちょっとなんかね、寝不足な。ね、あと、もうちょっと話伸ばしていい？全然いい。あのさ、暖房つけて寝ると乾燥するって言ってたじゃん。うん、俺最近、ハロゲンヒーターを買って。あ、部屋の温度を温めるね。そう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 。あれって乾燥しないんだって。うん、で、それプラス、加湿器を一緒につけて寝ると、うん、全然寒くもならないし、ちょうどいい温度で。マジで？そう、しかも乾燥しないから一番いいよ。マジか。ハロゲンがいいの？いや、まずそれがよくわかってない。ごめん。ヒーター。よくあるじゃん、田舎のおばあちゃんち。あ、何？ヒーターの。昔の学校のストーブみたいな感じ。先週もこれ話した。え、待って、何？話したこれ。夜間乗せて、蒸発して、蒸気にして。の、まあ、新しいやつが今出てて。ああ、そうなんだ。うん、待って、これ、先週も話した。先週もなんかそんな、なんだそれ、ジャバジャバ、なんて形のやつ、ジャバラのやつだ、みたいなこと言ってて。オイルか。あ、オイルヒーター？まあ、いろいろあるのよ。ハロゲンヒーターとかオイルヒーターとか。の割には、千賀さん今日5本押してないですか？なんか散々ね、部屋のなんか。5本、いや、咳はしてなかった。いや、俺はもう疑ってるんですよ、千賀さんはこれ。あ、出た。ちょっとなんか、ちょっと風邪気味っぽい、今ね。まあ、喧嘩打ってきやがったな。どういうのやると、ラジオからウェブに発生して、なんか戦いが始まるんで。いや、千賀さん、風邪引いてるって聞くと、なんかムッとすんの、なんか、違う、意味が分かんない。聞いて、え？違う、あれ、千賀、風邪引いてるっていう言い方はいいの。だけど、北山さんの場合は、ああ、千賀また風邪引いてるよ、近寄んない方がいいと思うよ、千賀、風邪だ、うわ、映る、千賀の菌って、なんか、他のやつと違うじゃん、なんかねっとりしてんじゃん、もうセット、これさ、中学1年生のいじめだからね。そこまで言ってない。言ってます。いや、これ、ちょっとこれは、待って。あ、一回、そんな言い方してない。一回、金がねっとりしてるなんて言ってないよ、ね。取材現場でどうですか、北山さん。このワードを言ってないですか。ちょっと待って、北山さんって俺、横尾さんなんですけど。北山さんがどうかっていうのは、横尾さんに判断してもらいましょう。いや、でも確かに言ってるけど、だって、はい、言ってる。線が風邪ひいてないとか、だってその後に、いつ風邪ひいてるから、風邪ひいちゃうから多分言うんだと思うよ。そう、だいたいうちの場合は千賀が菌持ってきて、千賀が菌を増殖して。いや、待って、千賀が菌をって、なんかもう千賀が菌を。千菌が、千賀が菌をって、もうガオがグループにこう、なんか入るという。千賀法がある。ちょっと待て。千賀法を打つでしょ、結構。で、そうすると多分俺が一番最初にもらうわけよ。いや、それさ、俺の菌が強いのか、北山さんの体が弱いのか、どっちなの？うん、そもそもだって俺風邪ひいてないんだもん。千賀が風邪ひくと引くの。だから千賀を経由すると引くの。待って、それ、イコール。千金に、千金弱い。それは何、何結局何、俺のことが好きってこと？どういうこと？まあ、波動が合うってことでよろしいでしょうか。そうね。いや、だから俺の金は受け付けるってことだよ。それを、なんか俺は。ってさ、怪しいなって思う。風の菌も共有したいってことでよろしいでしょうか。分かった。俺のことが大好きなんだ。いや、分かった。そういうことだ。それでもいいんだけど、そういうことだ。千賀が、こう、ね、ちょっと風邪っぽいんだろうなってなるわけよ、5本5本してね。そうすると、マネージャーさんに、みんなにあんまバレないような感じで、ちょっと風邪薬ないみたいな。それはみんな裏で飲んでるのを、俺はこう、横目で見てるわけ、もう発見してんの、俺はもう。あいつ始まってんな、みたいな。まあ、だからそれはみんなに対しての配慮じゃない。それは、基本的に。でも、風邪ひいてんのって聞くと、はぁみたいな。でも、違う、言ってないっすよ。最初の方はそうだった。違うじゃん、あなた。そもそも、基本みんな同じロケとかしてるじゃん。どこで風邪になるの？でもさ、俺去年一回も風邪ひいてないのよ。去年一回も風邪ひかないまま今日まで来てんの？去年って最近ずっと風邪ひいてないもん、俺。俺もさ、戦外が引いた時じゃないと俺も引かないもん。いやいや、俺のせいにするもん、すぐ。千賀が風邪ひいたから俺は風邪ひきました、みたいなさ。いや、でも。それは俺のせいにしないで。いや、また始まったわって、俺は。オープニング始まったばっかで、これってさ。いや、いい。これ、7時までやろう。白黒。白黒はっきりつけよう。誰が悪いのか。いや、まあまあ、
俺はね、千賀さんが一番最初に引いてくるんじゃないかなっていう、まあ、意見なんですよ。まあ、俺が引いてしまう。で、それをみんなに移してしまう。だから俺が悪いってことですか？いや、悪いとかじゃなくて。ってことですか？いや、あのね、ちゃんと報告してほしい。あ、風邪引いたよ。なるほどね。そう、そしたらさ、こっちケアしようがんの。でも、だって怖いもん。だからその確認をすると、俺が風邪ひきましたって言ったらさ、来たよ。うわ、千賀風邪ひいたってことは俺にうつるわ。千賀の菌ってねっとりしてて、俺すぐうつるんだよな。もう、千賀の近くに行かないようにしよう。そうですね。去年、今年にかけて、あの、風邪の方がね、すごいかかってる。旅行してるってことなので、皆さんね、風邪予防と、そして引いてる、風邪っぽいなと思う方が、うつさないようなね、こう対策をしていただけたら嬉しいかなと思います。7時まで行くから、7時まで行くから。さあ、生放送ですよ。生放送ですからね、ご覧で聞いていただいているようにね。さあ、メールで番組に参加してください。今日から2月ということでございますね。はい、さあ、あさって日曜日は節分ということで、鬼は外、福は内にちなんで、テーマはこちら。はい、鬼まるまる。あなたの周りにいる鬼まるまるや、あなたにまつわる鬼まるまるを教えてください。例えば鬼顧問、部活の先生がマジ鬼ニコニコしながらきつい練習をずっとやらされます。でもニコニコしています。いや鬼遅い。ご飯を食べるのが誰よりも遅いです。彼氏と喧嘩になり、それが理由でいつも別れます。鬼ぎっくり腰。今年に入って3回目。完全癖になっています。辛い。その他、鬼ショックなこと。鬼ムカついたこと。などなど。鬼〇〇であれば、どんなことでも、どんな書き方でも OK です。幅広く送ってください。なるほどね。うん、今のが鬼だったけどね、二人はね。もういろいろ。俺からすると、鬼風邪打つ。いや、俺から言うと、鬼口悪いだから。いやいや、そんなことないじゃん。鬼。千賀がまた風邪いたって言ったら、リアクションとしては俺そうじゃん。わ、千賀風邪いたのがまた違うじゃん。その顔の作り方ですね。で、なるでしょ。で、横尾さんは？え？何が？全然二人の話聞いてなかった。ごめんごめんごめん。横尾さんはおにぎり。おにぎり大好き。おにぎり大好きですか。ありがとうございます。はい、みたいな形でね、いろいろ送ってくれください。受付メールアドレスは、kmf@allnightnippon.com。kmf@allnightnippon.com。 たくさんのメールをお待ちしております。さあ、では今夜の1曲目参りましょうか。はい、いよいよ来週の水曜2月6日にリリースとなる新曲でございます。はい、僕北山宏光が主人公を演じる映画トラさん、僕が猫になったわけの主題歌にもなっています。キスマイフト2で君を大好きだ。さあ、聴いていただいたのはキスマイフト2君を大好きだでした。キスマイフト2のオールナイトニッポンプレミアム、この後夜8時半までよろしくお願いします。 Kiss My Foot 2 All Night Nippon Premium。 今夜は北山、横尾、千賀の3人でお送りしています。さあ、オールナイトニッポンプレミアムはね、今年最初のスペシャルウィークということで、はい、いいんですか？はい、キスマイフト2がお送りするのはこちら、君を大好きだスペシャル。さあ、リスナーの君が大好きな僕たちキスマイフト2は、君のために人肌も草肌も脱ぐ覚悟でございます。なので僕らキスマイフト2を頼っていただきたいと思います。相談や依頼を受け付けます。エールが欲しい、背中を押して欲しい、私の代わりに家族に謝って欲しい、などなど、僕ら、キスマイをうまく使ってください。今やっているキスマイにお願いの拡大バージョンでございます。相談や依頼はメールで受け付けています。あなたの電話番号も必ず書いてくださいね。受付メールアドレスは kmf@allnightnippon.comkmf@allnightnippon.com。 懸命に君を大好きだと書いてください。たくさんのメール待ってます。来週はぐーんと時間も拡大しちゃいます。いつもの8時半からさらに延長して、なんと9時50分までの放送、3時間50分の放送となります。そうですね、メンバーは、北山、藤田の横尾の3人で、お送りしたいと思います。千賀さんは、電話で参加してください。出ます？
やります。電話してきてください、いいタイミングで。なんか聞きながらさ、そろそろ俺必要だなって思ったら、ちょっとターニングだってるぞみたいな。それめっちゃ面白いね。え、じゃあ待っててね。俺マジでやるわ。そろ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 点が欲しいっしょっていうタイミングで、ね、ちょっと言ってね。うんうん、うん、そう言ってもらったらすぐかけますんで。いや、言わなくても千賀さんが思ったタイミングで。ああ、そうかそうかそうか。それをだからラジオで言ってもらえれば、それを俺が聞いて電話する。例えば僕が横が滑った瞬間に誰も突っ込まなかったら電話来てきてくれて、そうそう、あ、俺電話大丈夫大丈夫そうみたいな。あ、オッケー、分かりました。逆パターンですよ、参加するんですよ、参加さんがね。なるほどね、参加しに行くってことね。そうそう、分かりました。ということで来週のね放送も楽しみにしていただきたいなと思います、はい。そう、それではね、先ほどちょっと、まあ、オープニングでね、うん、見にくい、ね、会話をちょっとね、繰り広げてしまったかもしれませんがね、はい、千賀さんの風について感想がありますね。はい、ラジオネーム、マリコさん、17歳。はい、中学生の喧嘩ですか？いいね、その通りです。そうなんです。その通りです。中学生の喧嘩なんですよ。いやいや、その通りじゃないですよ。え、違う、その通りですよ。でも、それぐらい仲いいってことですよ。いや、その通りですよ。いや、その通りじゃないですよ。俺別に喧嘩するつもりないんだもんだって、俺。いや、そもそも。待ってくださいよ。これは、旗から見たら、中学生の喧嘩なんですよ。いや、だから、そもそも喧嘩じゃないんです、僕。違うんですよ。つもりで僕たち喋ってても、感覚の違いね。外から見たら、ほら、スタッフさん見て、ほら。違う違う、熱くなっちゃうから。熱くなっちゃうから。何喧嘩が。何熱くなっちゃうから。あ、今俺風邪ひいてるんじゃないのって、俺逆にどっちかって、ちょっとなんか、心配というか。あ、いやいや、全然言い方が違いますよね、横尾さんね。ねっとりした金なんで。振らないでください。いつも聞いてますもんね。でも、外から聞くと中学生の喧嘩ですよ。そうなんですよ。そもそも喧嘩してるって。でも、よくないか、20代と30代が風邪で喧嘩って。いや、そうなの、はい。そしてもう一枚いきますよ。神奈川県、ラジオネーム、麦さん。風邪は誰も悪くない。笑い。喧嘩はやめて。笑い。結果じゃないんですよね。でもね、じゃれ合いですかね。いやでもなんかやっぱこういう形のやっぱコントよね。これ言ったら終わりなんだけど、申し訳ない。これ言ったら終わりなんだけど。まあね、そういう日もあっていいんじゃないでしょうか。うん、皆さんもね気をつけていただきたいなと、はい、思いますね。さあ、そして、埼玉県15歳レナさん、私も横尾さんと同じで滑舌が悪いです。しかも私は常に悪いみたいで自分の名前が言えません。レナと言ってるつもりが、デナに聞こえるらしく、何度、友達に何度も聞き直されます。はい、あと、横尾さん、江戸時代って言えますか？江戸時代。おー、言えてるじゃないですか。でも、僕も名前でよく勘違いされる。旅行って。旅行渡るだもんな。そうそう。旅行渡るだったらなんかもう、行ってるよね、旅行にね。旅行に渡ったっていう。旅行にどこ行ったのと急に言われて。いや、僕旅行、みたいな。噛み合わないときある。いや、面白い。ウケる。旅行渡る。僕もあります、あります。旅行渡る、いいなぁ。ちなみに私が言うと、エロ時代に聞こえるらしいです。エロ時代。ああ。江戸時代、横尾さん言えるんですね。江戸時代は言えます。でも、藤ヶ谷太輔だったらここで、いや、そこはエロ時代って言っとけよって突っ込まれますけどね。エロに敏感なだけでしょ。さあさあ、横尾さんにまだ来ておりますよ。ともちゃん。ともちゃんさん、静岡県二十歳。ですね、私はもうすぐ歯科矯正を始めます。矯正器具をつけてから約2週間はすごく喋りにくくなるらしいです。仕事でお客さんと話すことが多いので不安でいっぱいです。横尾さん、大事なところで噛んでしまってもめげない方法を教えてください。噛んでると思わない。今も噛んでる手を思わない。噛んでる手を思わないみたいな。噛んでると思わない。 あとは仲間を信頼する。なるほどね、なるほどね。噛んだことに対して、そう突っ込まれるっていうのはどうなの？横尾さん的には。いや、さっき噛んだやんみたいな。あ、俺噛んだんだ、そこでって。あ、そこで気づくの実際に。あ、自覚がない。だから、ちょっとした噛みとかは、もう自分の中で噛んでないっていうことにするから。マインドが、そっちに行ってんのね、もう。周りの人たちは噛んでる。じゃあ、それって。でも俺はもうこれは、もう殿堂入りっていうか、なるほどね、置いといてだから。うん、そこを噛むって取るのねみたいな。 あなたはそこを噛んだって私のことをジャッジするのね。次から気をつけます。それぐらいの器なのねみたいなね。それぐらいもスルーできないのねみたいな。そこまでは見てないですけど、なんかそう見ちゃいますよね。いや面白いな、噛んでないことにするんですって。ちょっと待ってください、俺どっかで噛んだからこのメールが来てんのかな。多分そうだね。そういうこと？なんかほらもう自分で気づいてないもん。なんで一発目で俺噛んだメールが来たのかなって
ていう喧嘩から受けるでしょ。でも最初の方でなんかあったんじゃないですか。もしかしたら気づいてるんですよ。でも普段の横尾さんを見ててっていうのもありますからね。そうね、普段もカミカミですからね。いやでもね、まあ、でも気づかないっていう。でもね、やっぱ意識しないっていう。仲間がいると噛んでも伝わる。心がつながってるから。でも俺らに伝わっても、あの視聴者の皆さんに伝わらなきゃ。ね、いや、それは、音声だけでね、メンバーが伝えてくれるから。あ、代わりにね。代わりに。そうね。だから俺らがね、そういう、あの、補填するというかね。ちょっと安心して喋り、なるほどね。はい、さあ、神奈川県さっちゃんさん。うん、先週、ウォレットパフォーマンスの話がありましたね。以前男友達と食事した時、2人で割ると2000円くらいのお会計で、私はお金を出そうとしたら、じゃあ1000円だけもらっておくねとスムーズに受け取ってくれました。気負わない程度に女性扱いをしてくれて少しときめきました。かなりいきなり全額おごるよりも受け取ってくれた方がかっこいいパターンもあるかもしれません、ね、これウォレットパフォーマンスというのは、うん、なんかその会計するときに女性に、うん、女性の分を出すか出さないか、うん、で女性はどのような態度でそのおごってもらうとしたらした方がいいのか、で果たしてそれは割り勘の方がいいのか、それとも女性がちょっと出した方がいいのかっていう、なんかそういう話があったんだけど、まあ、対応の仕方的なね。そうで、その お金を出すか出さないかっていうこ、うん、財布を一応出してるってことをウォレットパフォーマンスっていう、うん、ああなるほどね。読んでたんだ。新しい言葉で初めて聞いた、うん、ウォレットパフォーマンス。これ1000円だけだから、だから1人2000円の会計のやつを1000円だけ向こうからもらっとくっていうことだからね。なるほどね。でもこの額だったからっていうのもあるのかな、どうなんだろう。まあ、立場もあるんじゃないですか。なんか少しだけもらうっていうのはいいかもね、その男性としてはおしゃれっていうか。多数だけとか、まあ、これだったらまあ1000円、まあ、ちょっと多いなって俺は思うけど、うん、これがまあだから500円とか、まあ、全部で4000円ぐらいの会計だとしたらね、なんかそれぐらいの割合で男がもらってあげる、で一緒に払ったっていう雰囲気にするっていうのは、ちょっと紳士的な対応なんじゃないかなと思うよね。俺なんかもう全部出しちゃった方がいいんじゃないのっていう意見だったんだけどね。したらなんか申し訳ないとか、ありがとう、申し訳ない、ありがとうっていう気持ちによりなるじゃん、女性は。だからそれをちょっといいいいいいいって言い続ける。まあなんかよく難しいよね、前のバランスはね、人間関係もあるしね。その時なんじゃないですか。そうね、女性の気持ちになったらね、うん、違うけど。ゆかさんですね、32歳、滋賀県。先日、友人の紹介で知り合った男性に誘われて、初めて食事に行きました、うん。ウォレットパフォーマンスをした結果、じゃあ2軒目出してくれると言われ、2軒目で5000円お支払いしました。ちなみに2軒目、私はお酒1杯しか飲んでいません。ウォレットパフォーマンス難しい。お酒一杯だけで5000円は辛いです。ちなみにその男性からの連絡はもう一切返していません。返してないのね。笑ってしまいました、ね。いや、もうここはちょっと男、まあそうね、出した方がいいんじゃん、2軒目。ね、2軒目出してくれるって言われて、じゃあ1000円だけもらうよとかだったらよくない？そうね。さっきのもう、折衷案というか。うん、難しさですよ、これ。うん、そうですね。うん、俺は結果的には、いいで押し切れた。まだまだ続きますよ。この後6時38分頃です。Here we go! It's my foot, too. All night Nippon Premium.さあ、ウォレットパフォーマンスについて、メールをいただいております。エリナさんですね、30歳。支払いの件、北山くんのいいって押し切るの、最高にかっこいいです。世の中の男性がみんな北山くんみたいだったらいいのにって思います。俺が読んでるの、なんかときますね。ハマってんだ。もういい。じゃあ、本心はあんまり払いたくないがやっぱ、一番最初に来るのね。いや、払いたくないとかじゃないんじゃないの。なんかもう。そう？払いたくないとかじゃない。そこまで言われたら、あ、ありがとうございますっていう気持ちになれるんよね。ああ、まあ、笑いにちょっと変えてるしね。うん、いい。でも、行こう。だもう、って感じ、カルカルみたいな、出るよって感じかな。それはマリカさんですね、東京都。じゃあ、2軒目は出してもらっていいって言うも、結局、おごってくれるのが正解じゃない？ 2 軒目出してもらっていいは、2軒目に連れて行く、高一なだけで、なのが、かっこいい気がします。ああ、なるほどね。確かに。
確かにすごい分析されてる。確かにそうだね。2軒目に連れてく口実っていうのはね、あ意外に2軒目の方が高い時あるもんね。そうだ ね、まあ、ね、そこで高い店選んじゃってたらちょっとウォレットパフォーマンスに欠けますよね。そうだね。だって同じようなお店行ってもだって面白くないじゃん、うん、多分なんかちょっと、ね、居酒屋でまた居酒屋だとさ、うん、なんか多分なんか何なのバーとかなのかっこいいもんね、うん、そうなってくるとやっぱそうなんだろうな、うんうん、さあ続いてましてかなちさん兵庫県21歳、私は飲食店でバイトしているのですが、レジでウォレットパフォーマンスのやり取りが長いとイライラします。いいから早よせいって心の中で思っています。女性もいいよと言われたら一旦引いてお店を出てからお金払うなりしてほしいです。あ確かにその場で、ね、その場でなんかこうやり取りするとちょっとクールじゃないよね。そうだね。そうですね。立場的にね、うん、待つ側になるとそうなっちゃいますよね。うん、さらっとできるのが一番いいけどね。それを含めてかっこよさを見せれたらいいんじゃないですか。だからいいいいってバンって払って外出てその後やり取ってくださいっていう。あ確かにね。やり取りはその後で。はい。だからいいいいがかっこいい。店側にもスマートだよね。いいいいいい。ごい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 。ごいついごついごって。もう全体的に見てるんですよ。なるほどね。さすが。それかさ、ちょ今思ったんだけどさ、もうカードで払っちゃって、うん、もうそれでもう終わっちゃうじゃん。うん、で、あのえどうするってパフォーマンスしてきたら、あの断るみたいな。あいいいい大丈夫大丈夫みたいな。現金のやり取りだとなんかちょっとあれじゃない？あより払った感強くない？そうね。だって、うん、やっぱ お金が目の前に出るからね。そうね。うん。あ、これだね。カードか。カードで払って、いいだね、俺はね。それが一番いいから。でもカードだと手数料があるから申し訳ないな、みたいな思っちゃうね。いや、そんなの、そんなのね、いい女だよ。横尾さんみたいな人はいい女だよ。ちょっとかかっちゃうけど、みたいな。申し訳ないなって思う人いないからさ。いい女だなぁ。手数料もったいなくないみたいなね。だったら私払うわ、っていう方は。あ、いいね、そういうのね。堅実なね。いいよね。じゃあ続いてまいりましょうか、続いては世の中の出来事についてもいろいろと話していこうと思います。題してキスマイジャーナル。横も不得意だからね。一週間を締めくくる金曜日、この時間は今週の出来事を振り返りつつあーだこうだと話していきます、まずはこちらからケムケムよろしく。北山くん猫スーツで登場。2月15日公開のトラさん僕が猫になったわけの完成披露試写会が行われました。主演を務めるキスマイフット2の北山宏光さんは劇中で着用していた猫スーツ姿で登場し、これを着ているとみんながチヤホヤしてくれるので得ですと話しました。あ、すいません、私仕事で。かわいいもんね、あの猫スーツね。ね、猫スーツちょっとね、あのこのビジュアル知らない人いるかもしれないからさ、ちょっと説明してあげて。ビジュアルね、まあほぼもう猫ですよ。猫に顔が北山宏光になってるっていう。で、首の部分に鈴がついてるっていう感じですね、見た目的には。うん、うん、もうスーツでいいんですか。だから猫スーツっていうか猫の着ぐるみだよね。いや、それがダメなんですよ。猫スーツ呼ばせていただいて。いやいや、もう着ぐるみじゃん。コスプレとも言っちゃダメなんでしょ、これは。もうこれは猫スーツでございます。だって猫なんだもんね。そうそう。だからこれを着て、猫スーツを着てるときに僕らが蜜を見たら猫にしか見えてないでしょ。そう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 。で、まあ、あの、ね、なんか喋られてもニャーニャー言ってる。うん、しか聞こえてない。そう、劇中はそうなんです。この猫の着ぐるみはさ、スーツか、スーツ。え、猫スーツ。あ、猫スーツ。猫スーツ。猫スーツはさ、うん、着てるの暑いの、やっぱ。いや、超暑いね。あ、暑いんだ。ほんと、真冬、いや、ちょうど去年撮ってたんですけど、うん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 、去年の今頃かな、うん。だから、寒いね。そう、だからこれでちょうどよかったね。あ、ちょうどいいんだ。うん。やっぱ着ぐるみってさ、生地も分厚いしさ、はい、あれだもんね。スーツ着ぐるみじゃない。え、猫スーツ、やスーツ、はい、あ、スーツ。スーツなんですよ。なんでこれはスーツ、あ、スーツなのね。まあ、猫になってるってことでも可愛いよね。可愛い。これはファンの、ね、皆さんは好きじゃないですか、こういう北山宏光さん。いや、ほんと、似合ってるとかすごい言うんじゃないですか。そうね。そんなの、俺が着た化け猫とか言われそうですね。
そんなことはないと。俺も来ても、耳ついたゴリラみたいになっちゃうもん、俺も。耳ついたゴリラ、自分で言うんですね、耳ついたゴリラ。耳ついたゴリラみたいになっちゃう。うん、いや北山博光だから着れる。そうね。ですよね。うん。いや、これね、ある方から言われたんですけど、はい、例えばこれが、どっかの、どこかの俳優さんがこの格好してても、うん、なんか、うまく、もしかしたらハマってなかったんじゃないかなって。逆にこういう、ね、ジャニーズだったりとか、のタレントさんがこういうスーツを着ることによってより世界観にはまったんじゃないかっていう意見は一個ありましたね。うん、ああなるほど。うん。じゃあまあ世間的な評価、まあそういう人たちからも、うん、あ北山さん似合ってましたって。そうだね。これはプライベートで着ることはあるんですか？ないでしょ。目立つわそんなの。あでもその前下だけ着てなかった。ね、下だけ着てないよそんなの。おかしいでしょ。猫の下だけ着てないよ。あれ首に鈴ついてなかった？ついてないよ。ついてないか。プライベートそんなの着ないでしょ。それ着てほしいね。着てほしいよね。だから一回さ、曲歌ってる時にこれ。やばいでしょ。アップ、アップ、アップの時はわかんない。引きだとなんかおかしいなってなる。あるじゃないですか。ジャニーズ早替え伝統の。ああ。それを早替えでこれになって。でもコンサートとかだったらなんか楽しそうだけどね。あ、見たいわ。もしあった場合、うん、やってほしいですよね。うん。なんかね。それかわいい。あの、落ちサビのところとかさ。いや、今回の曲中にやんの曲中。君を大好きだの曲中にこの格好出んの、はい、いやいや、違うでしょ。なんかもうちょっとなんか。ちょっとそれは違和感が。その曲行く前にちょっと7人でコメディがあってからやるっていうのもありじゃないですか。いやいやもうこれはもう絵力から強いからね。絵力からまあそうね、この映画の世界観もありますからね。そうですね、はい、ぜひと皆さん15日公開なのでね、足を運んでいただけたらなと思っております。はい、さあ続きまして参りましょうか。チケットの値段販売方法が発表。来年行われる東京オリンピックのチケット販売方法などが発表されました。今年4月以降に全ての競技と開会式閉会式の抽選申し込みの受付が始まり、結果は6月中旬以降に発表されるということです。残った席は秋以降に販売となります。競技のチケット価格ですが2500円から13万円までに設定されており、予選や決勝、座席など種類別の価格も発表されました。いや、いよいよですね。値段がこう出てくると、やっぱり、ちょっとまあ全然先の話だと思ってたけど、もうすぐだもんね。そうだね。なんか見たい競技みたいなのある？いや、でもまあ、生で見たこと一個もないからな。スポーツですか？いやいや、オリンピックの。オリンピックを。もちろんですけども。いや、俺、開会式行きたいね。開会式。開会式ね。A 席が、これ30万円だな。30万円30万円だね、これ。いいところで。でもやっぱ、一大イベントだからすごいことをやるわけでしょ？いや、絶対そうだよね。もう誰が演出したりするんだろうね、誰が出たりとか、すごい気になるところだね。新しい国立競技場。いや、まあ、ここに関しては見に行くんじゃなくて出る側になれたら一番いいですけどね。まあね、理想はね。理想はね。うん、この1年、うん、2年ぐらいでなんか、とんでもないこと起きないかもしれない。めっちゃ跳ねねえかな、俺。まあ、一個の夢です。夢ですよ、もちろん。まあね、オリンピックのオープニングなんて言ったら、もう一生その時の映像を使われるしね。そうだよね。でも気になるのがやっぱ初のそのスケボーだったりサーフィンとか。そうだよね、サーフィンとかもそうだもんね。ね。どういうふうにこの点数をつけるのかなっていうのも気になりますし、サーフィン、ね、ちょっとわからないので僕は。確かにね、なんかジャッジとか。技なの？どうすんだな。だってさ、対自然相手だからさ、同じ波来るとは限らないからね。まあそっか。どこのポジションで待ってるっていうのもそうだし、うん、本当に風が影響したりもするでしょ。天候だからね。気になりますけどね。あとサッカーもちょっと見たいかな。サッカーいいね。好きですもんね。ただ高いな。いや、そうじゃん。今日じゃん。お、そうじゃん。今日か。決勝。決勝。うん、決勝だ。うん、決勝。うわー、見てー。見てー。そうね、見てーね。見てー。あれ、何時からでしたっけ？11時とかだね。じゃあ、見てー。見てー。何やってんだろうな。まあまあまあ。まあまあまあ、そうだね。見てー。匂わせがひでえな。いやいや、競技もたくさんありますからね、これぜひともね、はいはい、東京オリンピックちょっと盛り上がっていくんじゃないでしょうかね。いや、ちょ、開会式は見たいな。開会式見たいね。いや、もうあっという間だな、本当に。さあ、うん、これからもね、こういうイベントと交通情報もね、僕らこの後7時に登場します。引き続きよろしくお願いします。お願いします。
Nippon Premium. All night Nippon Premium.2019年2月1日金曜日、時刻は夜7時になりました。全国の皆さんこんばんは、キスマイフット2です。この時間からは日本放送をキーステーションに全国ネットでお送りします。今夜のメンバーは北山と千賀と横尾です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、早速メールを読んでいきましょうか。はい、お願いします。岐阜県のオレンジさん、横尾さん、横尾さんのファンの私は、ありがとうございます。逆にテレビなどで旅行って言ってると旅行に聞こえます。逆パターンか。旅行とかにも旅行に聞こえます。なるほどね。逆パターンがですね。この前旅行に行った時の話なんだけどみたいな。橋渡ったんだけどさ、うん、みたいなさ。もしかしたら漁港って聞こえてるでしょ。漁港。漁港もあるね。うん、お難しい、ね。いろんな言葉にこう変換されちゃってんのね。日本語って難しいですね。似てる言葉が難しいんじゃなくて、今発音が難しいですよ。私が悪いんですね。日本語何年使ってるのよ。さあ、滑舌についてたくさん来てますね。ありがとうございます。マイミッタンさん18歳、横尾さん、ダブルプログラムって言ってください。私の学校にダブルプログラム科があるのですが、私もいつも言えません。ダブルプログラム。おお、あれ言えてるじゃん。まあ、ゆっくり言うっていうのを覚えましたから。ダブルプログラム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 。語尾が怪しい。おお、そんな顔がある、ね。ダブルプログラムって何だろう、ね、何ですか、ちょっと全然わかんない、ね。ダブルプログラム気になるの ?2 個プログラミングするんですか、なんか。プログラムが2つ同時に。どんなのあるみたいな。さあ、横尾さんの活動のメールが多かったですが、はい、さあ、今夜のメールテーマは、あさってが節分ということで、鬼〇〇でございます。あなたの周りにいる鬼〇〇や、あなたにまつわる鬼〇〇を送ってもらっています。さあ、それでは。はい、ラジオネーム、はるはるさん。鬼ね、違いです。今朝起きたら、背中が痛くて、背中を寝違えたみたいです。深呼吸や咳をすると鬼痛いです。今夜は気をつけて寝ます。あの鬼ねで止めちゃダメですよ。鬼寝違い、鬼寝違い、ね、寝違い。多分ね、二がね、あの二度寝の二と多分混ざっちゃったんだよね。どういうこと？そんな感じでしょ。いや、そんな感じじゃない。そう言われるとなんで俺切ったんだろうって思う。どれ見して。ちょっと鬼寝違い、あ、たくさん寝たんじゃなくて、からどういうこと？ね、寝違えたんだよ。寝違えることあるじゃん。多分その寝違え方が多分結構順調じゃない寝違え方をしてしまって、多分体を痛めたって話ですよね。背中を寝違えた。背中を寝違えるなんてあるか？ひねって寝たのか？深呼吸とか咳をしたら痛いです。もうそれ風邪ひいてるんじゃないですか？そうなんだろう。どうやったら背中寝違えるの？ジョジョネ。ジョジョ立ちならぬ、ジョジョネしたんだよね。ジョジョネ、なんかジョジョネ、なんかジョジョネみたいなない。ここでポーズしても、見てる皆さんわからないから。ジョジョネみたいな。ジョジョネ？ジョジョネしちゃったのかね。まあそういうことになりますよね。でもなんか、普通に背中が痛いだけじゃなくてさ、呼吸とかそういうのにもまた関係してくるっていうのは、ね、結構大変、まあだから気をつけて寝ないとね。ちょっとまだ一週間経っても痛い場合は、本当にちょっと病院の方行っていただいて。そうだよね。即座にジョジョネをやめていただいて。ジョジョネだよ、絶対それは。熊本県18歳の方から、あ、エマさんからいただきました。私の鬼〇〇は、鬼坂です。ん？駅から家まで自転車で帰るのですが、途中から坂が続くのですが、その長さが1キロ以上あり、鬼坂です。どこそれ？キロ。何県？もう山じゃん。熊本県。そうね。山だね。1キロ坂ってやばいね。どれぐらいの勾配なのかな？いや、それもそうだし、行きはいいのか、行きが悪いのか。そうだね。でもまあ、駅から自転車まで、自転車で帰るときだから、多分帰りだろうね。だから朝は早いんだ。朝は早い。お仕事だったり、ね、学校でお疲れになったときに、その坂は本当きついんだろうね。どっちかっていうと、行きの方がいいよね、まだ。帰りだとね、疲れて帰ってきて。これで、変な話。いや、
引っ越しゃ映画って話じゃないこれは。いや、そういうことだけじゃないのよ、それはね。実家とかそういう。あ、まあ、実家の方だったら、まあ、山さん、しょうがないですけれども。なんか電動自転車とかがこういう時便利なのかな。そうですね、便利です。なかなかね、ちょっと高いかもしれないけどね。電動自転車乗ったことある？あるよ。あ、実際に使われてるタイプの方ですか？いや、え、なんでそんな敬語なんですか？え、普段。いや、普段そんな乗らないけど、でも昔は、うん、乗ってたよ。乗ってたっていうか、友達が持ってて、それを乗せてもらったことがある。あ、すんげえ進んで、あれ一脇で。あ、そうなんだ。尋常じゃないよ。びっくりする。ないかもな。すっげえびっくりするよ。こんな進むのみたいな。実際さ、坂とかで走った時はどうだった？いや、楽ちんよ。全然もう、漕いでるようで漕いでない。漕いでないようで漕いでる。じゃあなんか検証とかで、電動自転車を当てるっていうのは、そうね、俺ら検証でね、検証生活はしてないけど、そうそうそう、10万円分の検証のやつ買ってどれぐらい当たるかなとかやってたから、うん、結構ありますからね、自転車は。 ありますよね、うん、うん、でもなかった、地元でもすっげえ坂道あるある、急な、うん、うち実家目の前、そうだ、坂、え、そうだったっけ、坂だよ、だから中学校行くとき登っていくか下っていくかとか迷ったもん、うん、あ、そうだったっけって、あ、行かれたことがある、何回もあるもん、ね、横尾さんちあるよ、うん、実家に、そう、横尾さんの部屋も入ったことあるし、あ、そうなんだ、うん、しょっちゅう泊まってたよ、あ、うん、そうなんだ、仲いいね、屋根裏部屋みたいな、そうそうそう、あ、屋根裏部屋なのみたいな感じ、一軒家で、なんか、そう、一軒家で、うん、男の人、なんか何、子供の息子の部屋って感じ、へ、うんうん、いいね、なんか、あの生活感がある感じ、ね、入り口入って玄関入ったら左手が和室になってて、うんうんうん、そこで旅行さんのお父さんが寝転がってるわけ、うん、でそこに犬が5匹ぐらい群がってて、なんか俺ムツゴロウさんに会ったのかなずっと言ってるこれ、うん、ワンコのね、ワンコね、うん、大好きだからね、旅行さん、はい、さあこんな感じで自由にちょっと鬼〇〇ということで、すごい〇〇なね、意味なのかな、はい、うんの送ってほしいなと思います、はい、受付メールアドレスは kmf@allnightnippon.comkmf@allnightnippon.com その他質問、ラジオを聞いての素直な感想などお待ちしております。さあここで一曲お送りしたいと思います。新曲君を大好きなのカップリングです。せーの、フレフレ、キスマイフットオールナイトニッポン。さあ先週の日曜日ですね、はい、ジャニーズの先輩嵐の皆さんから大きな発表がありましたね。そうですね、はい、びっくりしたわ、うん、びっくりしましたね。そうですね、あれ何やってた俺ら、あの時は7人で仕事してましたね、仕事したけど一緒にいましたね、うん、うん、誰も知らないっていう、俺らもそういう発表で知るっていう、そうだね、いつものパターン、あー、うん、あーでも俺千賀さんなんか翔くんと仲いいんじゃない？そうそう、仲良くさせてもらってるけど、まあこの内容は僕は聞いてなかったし、まあでも実際記者会見とかを見させてもらったけど、すごくあったかい雰囲気だったし、大きさを感じましたよね。そうそうそう、お互いにメンバー同士がなんかあのお互いのことをちゃんと理解して、なんかすごくあったかい会見だったから、まあ悲しみは拭えないですけどね、やっぱり一ファンとして嵐の。まあね、でもまあ、うん、みんなもう大人ですから。そうだね、うん、男のね、まあ、あの大人の男性が決めた、ね、みんなで話し合ってね、うん、あの大人5人が集まって話したことだから、うん、っていうのはね、もちろんあるから、僕はすんなりと、うん、まあすぐ受け止めたけどね、うん、そうですね、あとやっぱキスマイフットちょっと嵐さんね、なんか一緒にお仕事させてもらって勉強させてもらえる時間があればと思いますけどね。そうだよね、なんかあんまバラエティとかで絡んだことないないので、ジュニア時代とかは、ね、俺ついてたよ、How's it going? っていう、うんうん、あのアルバムツアーの時に、うん、あのバック使わせてもらって、まるまる夏とか、2回ぐらいついたのかな、藤ヶ谷もついた、ついた、うちからだったら藤ヶ谷と俺か、あ、うん、で宮田は、宮田もいたね、宮田もいた、ね、多分ね、俺そのライブを見に行ってると思うんだよね。え、俺ね、一番最初にジャニーズの、あ、一番最初じゃないんだけど、嵐のね、ライブに見に行かせてもらったことがあって、でそもそもあの桜井くんとあのつながりがあって、桜井くんの招待で嵐のライブ見に行かせてもらって、それがきっかけでジャニーズ入ることになったから。いや、今さらって言ってるけど、普通に
で、翔くんとなんかつながりがあるみたいになってな。どうしたらつながれんの？俺未だにつながれてないんだけど。でもこれね、いや僕がどうっていうよりも、あの母親の知り合いの知り合いが桜井翔くんだったっていう。そう、だから、その知人紹介で、桜井翔くんを紹介していただいて、その時ね、あの、ライブを見終わった後に、ホテルにお邪魔して。おで、その時、まあ、うちの親があの飲食店をやってたから、そこで出してる鍋を持って行って、で、メンバーの皆さんが食べてくれて、一つの部屋に集まってね。そうそうそう、そういう思い出もあるのよ、実は。何、ちょっと、俺らと全然違うアプローチじゃないの。そうですよね。だからなんか僕の中では、まあ、桜井翔くんは兄貴的な、自分の。だって同じこの事務所にいても、こう、会える機会ってほんと少ないじゃないですか。そうですね。それを入る前からお会いできてるっていう、ね。だから、事務所の先輩後輩っていう認識よりは、本当に兄貴、弟っていう認識でいてくれてるってこの前言ってたんだけど、いやすごい、それは嬉しかった。嬉しい言葉ですね。うん。本当に。そうなんだ。そうそう。で、バックは、出てるね。旅行さんは？だから、あれじゃないですか、キスマイフット2で、アジアツアー。うん。懐かしてもらいましたね。そう、俺もついてたの、それ。ABC のね。うん。はい、と、あと僕、二宮くんの。フリーター家を買う。あ、一緒に出てた。ドラマ初ドラマさせてもらって、そうだよね、言葉とかをもらって、本当に貴重な体験をさせてもらいました。うん。どうだった二宮くんとのドラマの共演って。いや、もう本当、最初のドラマだしね。だから、うん、自分の情けなさを本当知るっていうのと、いい経験っていうのと、あと、やっぱ自分がクランクアップでいいんですか、うん、終わりはアップでいいんですよね、うん、時に本当は二宮くん先終わって次の現場行ってるはずが、僕が終わるまで待ってもらってて、待ってくれてて、うん、その最後コメントくれるっていう、ね、先輩でもう号泣ですよ。そうなんですね。お子さん泣くって珍しいよね。珍しい。びっくりしましたね、うん、デビューし、あれデビューの時泣きましたっけ。泣いてないですよ。あの時、まあ、あれはだってなんかやってやろうぜ、頑張ろうぜ。そうね、前向きなものだったし。そうですから。お別れの寂しい気持ち。寂しい気持ちと、貴重な体験ありがとうございます。あと、優しさですよね。うん、俺は、ラッキーマンって曲があるんだけど、はい。はいはいはい。すげえ振り練習した記憶がある。ああ、後ろで踊ってた。そう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 。うん、その時結構ひと夏というか、夏丸々やってたんじゃないかな。へえ、やっぱその振りが難しかったの。いや、当時の俺からするとすっげえ難しかったなと思う、なんか。それで入ったのってどれぐらい？入ってからどれぐらいの？あ、どれぐらいなんだ？ 1、2 年じゃないかな。あ、嵐さんの振り付けって最先端をやるじゃないですか。その道具を使うものも。うん。だから、その、慣れるまでがすごい大変だったかなって。へぇ、大野くんのソロのバックとか、うん、やっぱすごい踊るから、めちゃめちゃ練習した記憶がある。へぇ、ね、そうだね。大野くんってダンスっていうイメージだもんね。うん。それもだって自分でしょ？そうそうそう。あ、そうなんだ。だからすごいよね。それに選抜されるっていうのもすごいんじゃないの？変な話。いや、当時全然、うん、なんだろう、ちんぷんかんぷんだったけどね。呼ばれてさ、振り付けされるじゃん。うん。この曲、誰々来い、誰々来い、みたいな感じで。だから、もう、とりあえずついてくるの必死だったかな。あれ、藤ヶ谷と新名だったんじゃないかな、あれ。あ、もうその時から、そう。ガヤちゃんと新名なんだ。藤ヶ谷かマッスーか。いや、藤ヶ谷じゃない？藤ヶ谷。そこは。押すよね、そこ。いや、でもね、マッスーセンターで、俺と藤ヶ谷新名だった記憶があるんだよな。そっか。その時から一緒か。あれ、何年前だ、もう。15年前。前でした。それぐらい？15年前だよ。だから、俺もよく覚えてると思わない？お互いが高校生とかでしょ、うん、うん。そう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 、うん、高校生。なんかのね、メイキングで、相葉くんだっけな。か、なんかそれぞれ担当してメイキング回すみたいなのがあって、うんうん、相葉くんがジュニアの楽屋に入ってきてくれて、うん、そのなんかメイキングに映れたのがちょっと嬉しかったな、確か。へぇ、藤ヶ谷も映ってたし。確かに、ジュニアの時ってメイキングってさ、すげえ 大事っていうかさ、まあ、先輩のメイキングに映り込むみたいなのってさ、結構考えたよね。そうですよね。先輩のファンの皆様に知ってもらえる場所でもありますから。そんな時にね、先輩からジュニアをいじってもらうみたいなことがあった時にはすごく嬉しいし、買うよね。
買うよねってどういうこと？いや、その DVD 買うよね。俺のいた証拠みたいなこと。そうそうそう。あったな。話してもらえたんだよって自慢するも友達に。あったあった、そういえば。結構お世話になりましたね。勉強させてもらいましたね。勉強させてもらった。まだまだこれからも勉強させてもらいますよ。そうね。そうだよね。まあ2020年までってまだね、時間もありますし。うん。うん。その中で多分嵐の活動はまだ続いていくと思うし。ここでもね、その後あって、ね、そっからどう？そうそうそう。言っても休止だからね。うん、そうね。VS 嵐出たいな。ここで声を大にして言ってた。はい。VS 嵐出たいです。ねえ、はい。本当に、なんか、ねえ、そういう意味でもバラエティで絡める機会がね、ちょっとこの期間、年に1、2年の間にできるといいな、はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、それすいませんから。はい。ここで1曲。嵐さんの曲を流したいと思います、嵐の曲の中から選びました嵐でハピネス。お送りしたのは、嵐さんでハピネスでした。さあ来週は僕北山藤ヶ谷そして横尾さんの嵐セレクトをお送りしていきます。どんな曲を選ぶのかどんなエピソードが出てくるのかお楽しみに。All Night Nippon Premium。 この時間で一部の放送局で沖縄とかはお分かりになってしまいますが、はい、メールのが届いておりますので読みたいと思います。彩香さん17歳。さっきから千賀くんの坂の言い方の癖が強すぎてずっと気になってます。私が思う普通の坂の言い方はかが上がる坂で、千賀くんの場合さが高いバージョンで方言かなと思いました。千賀くんそれ方言ですか？坂。ああ、方言かも。今まで意識したことなかった。坂。坂この坂。坂あの、ピアノってあるじゃん。あれもピアノだから。名古屋。なんか、お尻で下がるみたいなのがもしかしたら方言なのかも。愛知弁っていうんです。それから、名古屋弁かな。うん。愛知の中でも多分。愛知なのかな。でも自分が、なんだろう、これで合ってるって思ってたら、その、ニュースのキャスターの方が言ってるのとちょっと違って、あ、こっちが正しいんだとか、すごい勉強させてもらうときあるけどね。そうだよね。もうイントネーション、だから、変な話さ、多分俺が普段からさ、名古屋弁で喋ってたらさ、気になんないけど、名古屋弁で喋ってないのに、急にイントネーションだけ名古屋弁になっちゃうから、だからもしかしたら気になっちゃう。急になるよね、サッカーとかね。そうなんだよね。イントネーションだけはね、抜けないんだよね。何探してるんですか、北山さん。いやいや、大丈夫、続けてください。あ、本当ですか。でも結構ちょいちょい言ってる時ありますから、その、なんか他にある？なんか俺。でもやっぱ、ピアノをやってることが多かったりするじゃないですか。だからそれ発言することもあるから、ピアノ。ね、一回 M ステでもね、その話したもんね、タモさん。あ、そうね。そうそう。で、じゃあさ、大阪直美さんはなんていうの？大阪直美。ほら。入れてるよね。うん。大阪なおみ。あ、本当だ。入れてるよね。でも、ね、確かに。うん。どういうこと？多分統一してくれ。だからさっきもなんだっけ、語尾がなんだっけ、名古屋弁の。いやこれね、多分俺名古屋のせいにしてる。俺のせいだわ。そうだね。そってるからね。多分名古屋のせいにしてる。愛があるから。それ出していこうよ、逆に。そうね。確かにそれ出してもらっていいんじゃない？あ、じゃあちょっと地元名古屋で。名古屋弁をもう一回思い出す。うん。それも大事だと思いますよ。じゃあこれ最後、じゃあ名古屋弁でちょっと。どれ？お別れしてみたいな。名古屋弁で。うん。あと10秒。うん。それではこの時間で、一部の放送局でお聞きのあなたとはお別れです。来週もよろしくお願いします。引き続きお聞きいただける方は、この後もデラよろしくお願いします。いや、無理やり入れてたね。無理やり入れてたよ。ああ違う。意外ないんだね。ない。もう、そう。難しい。Kiss my foot, too. All night. Nippon. Premium.キスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム、今夜は北山、横尾、千賀の3人でお送りしています。さあ、じゃあ今日はもう沖縄コーナー回りましょうか。キスマイレシートプロファイリング。買い物のレシート写真をメールに添付して送ってもらい、僕たちがプロファイリング、買い物した人の年齢、人物、性格などを当てていきたいと思います。さあ、それでは早速参りましょう。今回はどんなのどこですか？あ、なんだこれ。ロングピース。
イオン。ロングパンツが1,2,3,4,5個。T シャツ1個。え？ロングパンツまた出てきたぞ。え？どういうことだこれ？ 7枚ですね。ロングパンツが1,2,3,4,5,6,7枚。で、T シャツが1,2,3,4,5枚。で、それぞれロングパンツも、値段が違いますね。950円のやつと734円。種類のロングパンツでも。え、これ、でも結構簡単じゃないですか？だってもうこれ人数でしょ？これ、家族とかの人数でしょ？はい。これ多分大家族ですよ。多分これキッズウォーみたいな家族が、キッズウォーみたいな。キッズウォーで大家族のめちゃあんまないですけど。キッズウォーで大家族じゃなかった？キッズウォーは家族そんな多かったっけ？違うよね。なんか家族愛のね。ビッグダディみたいな感じじゃない？ビッグダディ。ビッグダディね。ビッグダディ。キッズウォー、ビッグダディだったらまだわかる。あ、ほんと？なんか5人家族なんじゃないですか？うん、多分相当、大家族の、寒いところに、旅行でも行くんじゃないですか、うん、日付的には。わかった。はい。これ、ロングパンツ7枚です。ロングパンツ7枚。ちょっとこれ、キスマイの、はい。格好真似してくれたんじゃないですか。そういうこと？ごめん。え、全然、ごめん。わかんない。全然。じゃ俺もそういうこと？キスマイの真似は。なんかまあ、ロングパンツは確かに 7枚あるけど、T シャツが5枚だから。だから、ごめん。うんいや、大丈夫。推理すること大事だから。スノーボーとかスキーとかウィンタースポーツとか寒いところにお出かけするから前もって買ってるとかなんじゃないですか。ね、これ、待って、ロングパンツって何？長いパンツ？え、これって何？あのね、何スウェットパンツじゃないの、ね、下着なんですよね、うん。下着のちょっと長めのパンツってこと。え、何下着なの？下着じゃない、ロングパンツ。だからパッツ的な。そういうこと？でもそしたらスポーツだよね。ロングパンツってそもそもどこのジャンルのこと言ってるの？何？だから、ほら。なんヒント。21歳女性。いや、女性かい！でも寒いからどっか行く。で、10、買ったんだって1月。わかった。女子会。女子会？家でみんなでなんか鍋パーとかした時にみんなの寝巻きを買った。あはい、ヒント来ました。自分のものではない。お、ちょっと、音が持ってんじゃん。自分のものではない。だから、やっぱり家族に買ったものじゃないかな。でもこれ、パンツと T シャツの数が違うっていうのって、これ、目のつけどころいいとこじゃないですね。はい。誰かにプレゼントなのかな。ごめん。ごめん。なんかごめん。何これはちょっと。やかしちゃったな。おー、なるほどね。麦麦さん、愛知県21歳、はい。これは4月から保育園に入園する息子に買った保育園用の服です。保育園には、毎日着替えを 3セットや、毎食事のエプロンなどたくさんの衣類やタオルなどを持ち込んで持っていくので、汚れてもいい安いものをちょこちょこ買っては、持ち物すべてに名前を書くという地味な作業をしています。お着替え用、ね。これからまだまだ買い揃えるものがたくさんあるので、入園直前にバタバタしないように早めに買い揃えておこうと思います。いや、お子さんだと思わなかった。ね、保育園用の服。うん、そもそも服そんなかかるんだね。そうね。だから、7個ってことは、これ1週間分ってことなのかな、もしかしたら。いや、替えで予備でもう、先生に預けとく用とかもあるんですか。ドローンか遊びして汚れたとか。ね、なるほどね。T シャツ5枚なんだね。ね。ね。なんか7だったら切り良さそうだったけど。そう、そこがね。そこもちょっと引っ掛けだったね。そこ引っ掛けられたのよ。保育園用だとは思わなかったな。ね、大変なんだね。まあ、僕らの時代は、短パン T シャツでしたけどね。いや、タンクトップの人もいたよ。で、ほんと寒い、うん、だからロングパンツなんて履いてなかったんじゃないかな。そうか。短パンだった気がするな。半ズボンとか。半ズボンね。冬でも。まあ、やば、まあ、寒くなってるってことですよね。まあね、でもあの時なんか気合説があったからね、結構。そうじゃない。それが当たり前みたいなのがあね。気合で、うん。寒くないって言ってるやつがかっこいいみたいなのあったからね、うん。さあ、それでは参りましょう。続きまして。オリンピック。オリンピック。スーパーの名前ですね。12月31日、年末。うん、さあ、いろいろありますが、ラーク KS なんだこれ。タバコか？ラーク KS ボックス。武田食品、刺身。うん。4個、うん日清甘露煮4個、うん、いくら醤油、うん、袖かさしみ貝、ホタテ貝柱、ボタンエビ刺身、カラスカレー、縁で止まってるな、縁側、赤貝刺身、シマアジ刺身、刺身多いな、ボイルタラバ10、トラフグ刺身22、
甘エビ2リットル16尾。国産本マグロ刺身。生本マグロ刺身だね。これ5個。うん。生本マグロ刺身2個。え？相当買ってる。48,640円。魚買うねー。ちらし寿司とかじゃない？みんなで。ああ、みんなで。いきなり行くとか。お正月でしょ。まだそう、12月31日だから多分、ま、ため買いってやつなのかな。え、でも生物だよ。俺、まあ、そうか、これ、来たかも。何？あれ、何でしょう。手巻き寿司パーティー。ああ、うん、そういうのだと思う。そうだね。トラフグ買ってるな。だから相当いいもの入ってますよ。フグ包まねえか。巻かねえか。でも刺身は刺身で食べるものもあるんじゃないですか。うん、俺はなんかちょっと実家で、うん、みんな親族集まって手巻き寿司おパーティーを、うん、なるほどね。とか友達呼んでとかでしょうね。いやでもそれが濃厚なんじゃないかな。なんか海鮮鍋とかにしてもね、刺身ばっかだからな。刺身が多いから、うん、あ、なんだろう。ラジオネーム、のぞみいちかさん、25歳会社員ですね。12月31日はスーパーの魚屋にとって一番大事な日ということで、彼氏のお店に売り上げ貢献してきました。買いに行くということは伝えていたのですが、買う金額は言っておらず、当日サプライズで5万円分のお魚くださいと言いました。最初は拒まれましたが、絶対買いたいと言って豪華な船盛りを、2席作ってもらいました。結局食べきれず母にも少し分けました。実家に持って帰って家族で美味しく食べたそうです。母はイクラの刺身が刺身か、金額はつゆ知らず。太っ腹だなうわ、うわすげえ。これ5万円分ってなるとすごい量だね。はあ、すごい。これは当たんないよ。当たんない これは難しいよ。これだってこれ難しいけど、太っ腹だよ、これ。10人ぐらいで食べないとダメなんじゃない、うん、いや、ウニとかこれもう、寿司屋のカウンターの中入ってるやつじゃん、これ。そうね。あの木のね、箱に入った。うわ、食いて、伊勢海老いるよ。伊勢海老もいるし、カニもあるし。優しいね、彼氏のために。でしょ？そうなんだよね。食いたいな、これ。うん、これいい、今日海鮮で決まりだな、これで、これでもこの写真で海鮮で決まりだな、これな。びっくりだろうね、5万円分のお刺身くださいって言った時にどのお魚を用意したら5万円になるんだろうとかさ。まあね、難しいだろうな。いや、このマグロとか、これすごいいいマグロじゃないの。いいマグロだね。このピンク脂乗ってますよ、横尾さん。いや、いい色してますよ、うん。もう本マグロとかじゃないですか、これは。本マグロ、はい、本マグロの大トロですか、これ、はい、本マグロ刺身と書いてありますね。国産生本マグロ。盛り付け方が本当に素晴らしい。あ、素晴らしい、うん、確かにこれ盛り付けたんだもんね、うん。これ順番とかってあるのかな。順番はないと思う、うん、色合いだと思う。あ、色合いで、うん、あと何切れ乗っけるかとかありますけどね。はいはいはい。流数はあんま良くないとか言いますけども、うん、まあ今日はね、海鮮で決まりということでいいですかね、はい、はね。さあ、続いてまいりましょうか。はい、これはなんだ、 TAT パッと、うん、名古屋店だ。名古屋店、ありがとうございます。スワロスキークリスタル 144p。 え、待って、石めっちゃ買ってるね。スワロスキー、スワロスキー、スワロスキー。え、スワロスキーだよね、オーロラ、うん、144p。 いろんなスワロスキーの種類を買ってるって感じだよね。タンザナイト、クリスタル、オーロラ、クリスタル、ライトローズ、ホワイトパール、ライトローズ。なんか同じのばっかな。だからなんか作るんでしょうね。ネイル？ネイル、でもね、ネイルの、ネイルやる人って、なんか、こういう、はい、お店で買うんじゃなくて安く仕入れるんじゃない？問屋さんとか。うん、なんかもしかしたらキスマイのファンの方とかで、なんかうちわとか服とかそういうものを。うちわってスワロフスキー使わねえか、使わないか。でもエコバッグを買ってるんだよね。このエコバッグ、エコバッグにつけるんじゃない？あ、いや、エコバッグ割引してんのよ。エコバッグ割引してるの。ああ、そうかそうか。袋もらってないってことですね。わかった。はい、千賀さん。携帯のデコレーション。ああ。携帯のデコレーションで自分の名前を入れたりとか、キャラクターを作ったりとかを自分でしてる人で、
もしかしたら今回携帯のこうケースを作ろうと思って今回買ったのかも。どうですか、自分でデコって売ってんじゃない、はい、いろんなアプリもありますからね今、そういうできる売ってんのかな、携帯、俺は携帯、自分で携帯のケース、でもなんか作ってるとは思うよ、俺はなんかデコって、うん、いい値段で売ってると思う、商売をする方の、うん、僕自分でネイルしてる、ネイルね、ネイル、指のネイル、こんな石つくん、こんな100何個も、いや予備、まあ、予備なんてこった、なんだ、セイラさん、名古屋市、私は33歳でネイリストをしています。おネイル用品の仕入れで購入しました、スワロスキー社のラインストーンです。簡単に言うと高級なガラスです。キスマイの皆さんの衣装にもたくさんついてますよね。SS3 が一番小さいサイズで1ミリ程度の大きさの石になります。トップジェルは最後に艶を出し、定着を良くする仕上げのニスのようなものです。あ、トップジェルって一番上に書いてあるもんね。あ、だからニカがいたらすぐ分かったよ。多分トップジェルとかネイルしてるじゃん。あの透明のね、透明のお手入れしてるから、そうだね、ニカは多分なんかジェル、ね、ジェルトップジェル、トップ、うん、なんかジェル、わかんない、綺麗じゃん指、そうね、うん、なんかあのスワロフスキーとかでデザインしてもらえたらちょっと面白いけど、ね、面白いけど、なんかしてこねえかなそのうちしれっとやっとくな、ね、やっとくな、じゃあ仕入れで購入したんですね、仕入れだね、これどうSS3 とか専門用だもんな。SS5 名古屋もヒントだったんじゃない？やっぱ派手じゃないですか。名古屋の人って、ね、うん。ああ、そうかそうか、地方的な。まあね、人にね、迷うかもしれませんがね。うん、でもこれ難しいな。難しい。なるほど。俺あんま当たった試しないんだよね。そうだ、結構。これは難しいよ。でも最初の方よりどんどん難しくなってきてますよね。うん、メールの、ね。送ってくれてる方が。うん、もう困らせに来てますよ、ね、そうなんですよね、なるほどな、はい、さあ皆さんもね、買い物のレシートを写真に撮って送ってください。答えにはなぜその買い物をしたのか、そしてあなたの簡単なプロフィールも書いて送ってください。はい、受付メールアドレスはこちら、kmf@allnightnippon.com kmf@allnightnippon.com、 たくさんのレシート写真をお待ちしています。さあここで曲をお送りしましょう。バックナンバーでハッピーバースデー。 All night Nippon 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 Premium。さあ今夜のメールテーマは鬼〇〇ということでございます。はい。まだメール来ておりますので行きたいと思います。ナナさん、今私の家のタオルが鬼臭いです。理由は最近湿気が、気温が低く、外で洗濯物を干してもなかなか乾きません。なので外で干して、中でも干しているのですが、やっぱり生乾きの匂いがします。なので早く暖かくなってほしいです。そうか、乾きづらいっていう意味なんですね。そうか、でも乾燥してるから乾きやすいと思ってましたね。いや俺もそうだったんだけど、うん、確かに乾きにくいって言ってるよね。寒さで乾きづらい、凍っちゃうとか、なんかそのそういうことか。へえ、なるほどね。なんかあるいい対策があればいいですけどね。うん、中でも干してる、そんな柔軟剤とかうんぬんでどうにかなるもんじゃないのかなって。いや、あれは多分普通の量入れたら多分そうなるんだと思いますよ。ちょっと多めに入れないと。なるほどな。この生乾きっていうのはね、本当にこのタオル臭いというのは本当テンションが下がるからね。そうね。あれ何なんだろうね。何なんだろうね。なんであの匂いになるんだろうってこと。そう、いや、なんであんな臭くなっちゃうんだろうねっていう。なんでなんだろうね。びっくりだよね。びっくり。だって風呂入って、なんかいい匂いになって出てきて生乾きのタオルで拭くときのなんでこのタオルで拭かなきゃなんねんだよってあの気持ち、まあね、またちょっと臭くなっちゃった気持ちになったりもするし、ないそういうの。いや、ちゃんと僕は違った場合は使わない。ごめんなさい。でもさ、そういう場合って他のやつも全部生乾きだったりするじゃん。すいません、すいません、あ、僕もです。マジで自分たちでちゃんとうまく、なんですかね、仲間ゼロや。なんだ、どうやってるから、
いや、生。あ、でもね、多分あっても、多分そのまんままた洗濯しちゃうかもしれない。僕。だから、ほら、多分使うときとかに嗅いで、あ、これダメだ、もう一回だとか。うん。あとはもう、意外に寿命もあるでしょ。布に。うん。洗いすぎても、柔軟剤入らないよみたいな。あ、でもあのパリパリ感が俺好きなんだけどな。でもなんかちょっとわかるわ。あ、こいつそろそろ生乾きの、あの、年齢だな、みたいな。もうそろそろ、タオル年齢。タオルじゃなくて、ね、拭く方に行かせてくださいって、テーブルとか拭く方に行かせてくださいっていう。すいません、みたいなね。年齢もことじゃない。じゃあもう一度。千賀さんは生乾きの臭いので拭いてる。いいな、それを繰り返さなくて。じゃあ行きますよ。ラジオネーム、ひなぴよさん19歳です。私は最近、鬼、自分が怖くなりました。私の元彼がすごく浮気症だったので腹が立ち、駅のホームで土下座させて謝らせました。浮気する方も悪いと思います。今は別れたんですけど、今更反省しています。はい、いや、あの、それで土下座させたらさ、うん、腹の虫は収まるわけなのかな ?19 歳ですか ?19 歳で土下座させたんすか。いや、ヤンキーっすか。土下座はさせない方がいいですよね。相手からしてくれるんだったらいいですけど、ね、こっちから言うとね、ちょっといろいろ問題がありますから。あと、駅のホームっていうのもね、それはそうです。場所もありますよね。人目をとかあ、ね、そういうところで、まあ、浮気をした元彼さんも悪いですけどね、そういう、公共の場ってですか、人の目があるところでさせるっていうのもちょっと、そうね、難しさですよね。まあまあまあ、でも浮気をそもそもしなければこうならなかったっていうこともありますよね。でも今反省してるっていうのがいいんじゃないですか、これはもしこれが浮気じゃなかった場合、普通に喧嘩しちゃった場合もこの手をもう19歳で知ってるってことは、なんかあったの、極論なんか怒らせたらさ、土下座につながるわけでしょ。そうですよ。まあ多分ね、これ最上級が土下座なんでしょ。多分その謝るっていう。この後土下ねっていうのもあるけど、よくねバラエティとかでやるよな、もうそれはもうバラエティじゃん。でも今さ、いろんな人たちがこう、SNS とかでありますからね、そういう怖さもありますから、ちょっと気をつけてくださいってことですね。まあね、まあさ、確かにね、こういうのはあんまね、自発的にしてって言わない方が、ね、まあいいだろうな。いいと思いますよね。いやいやいや、難しいですね、感情はね。そうね。なんか、土下座したから許されるっていうわけでもないと思うとこなんだよね。さあさあさあ、この後もよろしくお願いします。お願いします。はい、さあ、時刻は夜8時になりました。キスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム、今夜は北山、横尾、千賀の3人でお送りしています。いさあ、メールが届いておりますね。兵庫県23歳サエポリさん、私もまだまだ新米ですがネイリストをしています。北山くん、ネイル用品のストーンの SS とはストーンサイズの略ですよ。そんなに難しい意味ではないんです。へストーンサイズ。あ、そういう意味だったんだ。なんかその後ろになんか数字が書いてあったもんね。それがサイズなんだ。ストーンサイズ4とか、ストーンサイズ11とかだったかな。ね、なるほどね。知らないことばっかりだね。さあ、続いて、みつりんごさん。千賀さんの坂の発音、わかります。私も両親が岐阜出身で育ったのは東京ですが、小さい頃からちょいちょい周りと違う発音を指摘されていました。ちなみに靴もなまっていませんか？私はよく指摘されます。やっぱり東海地方の方言だったんですね。あるあるじゃない？俺は靴。下がるんだ。下がってる。靴。あ、これも違うってこと？違う。あ、これも違うわ。靴。靴か。うん。あ、気をつけよう。なんか、そう。別に、あ、気をつけなくていいんじゃない？気をつけなくていいの？そんな東京に染まるっていうことですか？いや、てかもう、
もう東京にがっつり染まってるけどね。やめなさいよ。もう深夜でもまあまあ名古屋弁で行くっていうのはさっきも公言しましたので。あ、そうだ。それでちょっとなんか言ってたよ、うん、そうそう。自分の中でこういい感じの名古屋弁出していきましょうよ。うん。出すもんでさ。出すもんでさ。出ますか。うん。じゃあ俺読むもんでさ。うん。こからすまるさんですね。東京都。横尾さん、幸せを早口で言ってください。いらっしゃいませに聞こえませんか。幸せ。シャッセって。シャッセ。いらっしゃいませ。幸せをいらっしゃいませっぽく言って。シャッセ。じゃあれで、すいませんもできるで。すいませんって。生命線を、すいませんっぽく言えば、俺多分いけると思う。生命線って。なんだろう、それは生命線に聞こえる。そうね。それじゃダメなんだね。生命線。シャッセー。シャッセー。ですね。まあそういう店員さんもたまにいますけどね。そうそう、じゃあ続いてのコーナー参りましょう。教えて、男心。さあ、なぜに、は、どうして、男の行動に関する疑問をキスマイフットスにぶつけてもらい、僕たちがズバリと答えていきます。はい。富山県17歳、マユスさん。うん。ずっと疑問に思っていることは、男子の一人称についてです。一人称。クラスの男子たちはみんな、俺と言いますが、一人だけ未だに僕の子がいます。保育園の子はみんな、僕と言いますが、どのタイミングで自分の一人称を決めているのでしょうか。教えてください。あー、でもこれ、もともと、ん、線画も俺って言ってなくて、もともと僕だったわ。あれ私じゃなかった？あ、いや、今が私。僕、俺、私なんだけど。え、今あれ俺、なんて言う？俺、なんて言う？俺って言ってるわ。俺だ、俺って言ってるわ。北山さんは多分ね、僕は絶対言わないと思う。言ってない。だって、男って感じだもん。いや、僕言ってるでしょ。あんまりね、聞いたことない。ああ、言ってるわ。私？僕？あれ、対人がいたときには僕。で、いないときに喋るときは俺って言ってるかも。あ、だから、一人で喋ってるときは俺ってこと？俺。とか多分、こういうメンバーとかは俺って言うけど、年上の方とか、なんて、お仕事上の方だと僕って言ってる。そうね。確かに俺とは言わないかもな。俺もそうだ。うん。だから、自分も文だったら、私とか私とか言ったり、そのときに言うと変わるな。そうね、多分。その時の自分状態、うん、え、だからそれはどのタイミングでなんか変わっていくんだろうね。今言ったようになんか目上の人とか先輩とかいるときは僕とか、じゃない、うん、でも切り替えでしょ、多分小学生中学生の時にどこで僕とかから変わるか、あ、多分先輩かお兄ちゃんお姉ちゃんとかそういう時に変わったり。いつだったかな、高学年ね、俺小学校高学年、あ、高学年ぐらいだったに、なんかこう、先輩とかお兄ちゃんが言ってかっこいいから言おうとか。そうだね。なんかあの、学年があるじゃん。1年から6年まであるじゃん。うん。だから、あの、自分よりも後輩ができた時に、俺みたいなのを使うようになったかもしれない。ああ、なるほどね。どうに見られてるかってことね。自分がかっこいいとかじゃなくて、自分がどうに見られてるかのタイミングで変えたってこと？見られてるかっていうか、その、先輩、まあ、後輩ができた時に、威圧するってことですか？威圧っていうか、なんかちょっとこう、年上っぽさ、みたいなのを、自分の中で。なんかそういう背伸びみたいなところからじゃない？みんなでも。でもそうだった気がする。そうだよね。うん、まあ確かにそう。子供だしさ。でもみんな最初保育園は僕って言うのは、ね、だから、あれも一緒じゃない？パパからお父さんになって、親父になってっていう段階もそれぞれ違うでしょ、多分。そうだね。確かに。未だにでも俺、親父とかは呼ばないかも。親父って呼ぶ？あの、喋る方とによる。親父がとか、お父さんがとか。パパとはもうね、さすがに。ああ。母ちゃんって感じかな、俺は。母ちゃん、父ちゃん。うん、お袋ってなんかちょっとあんまり、なんかなんつうの、ちょっと背伸びしてる感じがするわ。ああ、でも言っちゃうわ。なんかだからもう、そうだね。人によって、まあ大人になったら変わっていくのかな。うん、タイミングでね、うん。うん。誰と話してるか。目上の人とか。年だったりによって変わるんじゃないでしょうか。さあ、そして続きまして。MM さん、東京都ですね。最近彼氏ができたのですが、おめでとうございます。おめでとうございます。毎回私の家に来るばかりで、彼の家に入れてくれません。今度、家に行ってみたいな、とおねだりしても、何もないからつまんないよ、と断られてしまいます。うん、家に呼んでくれない男心を教えてください。もしかして、一人暮らしではないってことでしょうか？
あ、でもそういうことじゃない。それはどうなんだろう、深読みしすぎなんじゃないですか。一人暮らしとかは一人暮らしなんじゃない？わかんないよ、なんか一人暮らししてるって最初言っちゃったもんで、実は実家だった、ね、あ、一人暮らしをしてるっていうことは、じゃあ自分にとってのなんか何なんかメリットというか、そのプロフィールというか、その一人暮らししてることがすごいことなの？いや、わかんないの。最近彼氏ができたって、だから最近でしょ、だから、どこ住んでんすか、どこどこですっていう、例えば話の中から、もうあたかも一人暮らしっていう体で話が進んじゃって。ああ、戻りやすくなっちゃったってこと？うん、また。実家。そういう。実家だけど。か、その会社の量的な。その。あ、そういうパターンもあるね。じゃあダメよ、みたいな。あと、シンプルになんか、部屋が汚いからとかもあるかもよ。あんまり綺麗好きじゃなくて、部屋が汚くて、でなんかこう彼女を呼ぶってなると、もう片付けをしなきゃいけないっていうのがちょっとめんどくさいとか。部屋ってあれだね、自分のなんか中身見られてる感じしない？素が出るじゃん。あ、うん、それかもうシェアハウス、うん、とかでいっぱい同居人がいるとか。すげえ設定だなそれ。それだったら多分言いたくない？あ、そうか。むしろなんかね、そうだな、これは家がすんげえ汚くて、うん、すんげえ臭いか。いやでも最初にミスが言った方じゃない、ね、その付き合う前に喋った話が自然に一人暮らししてると思われてて、実は実家でなんか言えなくなってしまったっていう。別に恥ずかしいことじゃないけど、なんかこう今更言えないなっていう。ちょっと言ったら恥ずかしいとか背伸びしたいとかっていう気持ちはもしかしたら男心。それか住んでるところは、例えば六本木とかすごい言っといて、実は全然違うところ。千葉か。千葉が悪いわけじゃないけど、まあそれもあるかもね、もしかしたらね。これはじゃあズバリ切りま、横尾さん。くしゃ、待って、これ俺。いや、ふるさとっていう過去のやつや、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、これはね、うん、何ですかこれは。ちょっと、ちょっとなんかね、これ難しいね。いや、俺は。これ、玉切りって難しいですね、そう考えると。これ何だろうね。何だろうな。なんないよ。何なんだろう。いや、なんで、まあ、横さん、どうですか、それともなんか、助け舟があったら。助け舟があったら欲しいですね、今。ちょっと待ってください。何かあります？いや、俺にめっちゃ振ってくるんだけど。これでもね、横さん、うん、確かに難しいよ。うん、お家に呼んでくれない男心だから。もう、あれじゃ、エロ本じゃん、エロ本。エロフォーンってこと？エロフォン XS？ あ、じゃあ、あれ？わかったわかった。あれ？あれ？あ、なんかすいません。なんか、じゃあ、鬼まるまるに入るじゃん、今の。なんだろうな。なんだろうね。エロフォン、エロフォンじゃん。エロフォン。手形に聞きましょう、もうこれ。男が家に呼んでくれない理由は、エロフォーン XS です。さあ、どういうことでしょうか。いや、まあまあまあ、ちょっとiPhone っぽく言ってみましたけども、多分、お家に、まあ、誰しも男ならエロ本があるという、まあ、聞いたことあると思うんですけれども、そんな時代か？まあ、多分そんな時代なんですよ。なんか、女性、まあ、自分の好きな人に見られたくないものが、お家にあって、あ、趣味のものでってことね。そうそう、趣味のものでもそうだし、まあ、例えでエロ本を出してしまいましたけれども。そうじゃないかもしれない。そういうぐらいじゃないかもしれない。そう、人に見せたくないものがあったり、それが、ちょっとそれを見せるのが恥ずかしい。怖い。あ、これ、そっか。まあね、うん、どうですか？ちょっと思い浮かんだ。あ、思い浮かんだ！行きましょう。でもこの言葉使われるのかな？そうか、言ってしまおう。さあ、はい、じゃあ男が一人、家に呼んでくれない理由は、秘密結社。どういうことですか？どういうことですか？今、エロフォーンと秘密結社二大巨頭でお送りすることになりますけど。秘密主義ですよっていう男は、全体を含めて、こう、結社です。やっぱ秘密結社ってなんか複数ですからね。そう、だから男性はみんな、こう、隠したがりだよっていう複数で全体感。なるほど。男は秘密結社ってことですか？そう。男は、ね、フォローありがとうございます。秘密にしたいことももちろん。あるってことですよね。あるんでしょうね。うん、まあ、それがすごい潔癖か。まあ、そうね。うちの二階堂隆みたいに、うん、家帰って風呂入れられていきたい足。あ、それがいいかも。それかも。
何もないからつまらないよっていう、何もないっていうのは多分すごく綺麗好きで、多分すごくシンプルな部屋だから、もしかしたら入ってほしくないっていうのと、まあ、すごくシンプル。うん、あ、そもそも入ってほしくない、潔癖だから。入ってほしくない、そう。あ、でも向こうの家に行くことはできんだよ。それも嫌じゃない、潔癖の人って。それか、あれじゃない、その、待ち合わせで遊んだ場所から、彼女の家の方が近い。自分の家はちょっと遠いから、ちょっと申し訳ないとかあるんじゃない。わざわざね。でも行きたいって、行ってみたいなーっておねだりしてんだよ。そうね。じゃあもうエロポーンでいいですか。すいません。俺は秘密結社だと思うけどね。秘密結社ですか。秘密結社のね、あの、もう、やめてください。めっちゃおもろいこと言ってますみたいな、そう言うか。やめてください。あの、秘密結社。あの時は本当に、あ、やべ、出てきたと思ってた。俺好きだったよ。いや、出てましたよ。大好き、大好き。恥ずかしいわ。ということで、あなたが思う男の疑問を書いて送ってください。はい、受付メールアドレスは kmf@allnightnippon.com kmf@allnightnippon.com たくさんのメールを待ってます。さあ、ここでお送りします、ベースボールベアでドラマチック。 Kiss my foot too All night Nippon Premium。キスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム、最後はこちらのコーナーです。あなたに代わってありがとう。このコーナーでは言えなかったありがとうの気持ちを僕らキスマイフット2のメンバーがあなたに代わって大切な人に思いを届けます。はい、ということで、岐阜県の30歳、ラジオネームゆかさんからいただきました。ありがとうを伝えたいのは亡くなったおばあちゃんです。入院し酸素マスクをしていてもいつも優しい笑顔でした。おばあちゃんは私たちがいくつになってもお年玉を用意してくれました。そしておばあちゃんが亡くなった年、片付けをしているとみんなの名前を書いたポチ袋が出てきました。亡くなる前に内緒で用意していてくれたのです。おばあちゃん、優しくしてくれてありがとう。リトルグリーンモンスターのゲットでした。そうね、おばあちゃんの優しさですね。みんなの星袋が出てきました。一人一人ちゃんと見てくれてたんですね。用意してくれてた。そうね、すごい、結構おばあちゃん子なんじゃないの。そうね、うちのおばあちゃんも今入院してるんですけれども。そうだ、うん、なんかうちのおばあちゃんも喋れないんですよ。喋れないんだけど、なんかまあ、名前とか、あの、人を忘れてしまう、なんか、まあ、病気と言いますか、まあ、年を取るとなるんですけど。まあね。うん。で、ばあちゃんに僕わかるって声かけたら、まあ、口は動かないんで、認識してる雰囲気もないんで、あ、忘れちゃったのかなって思った時に、手をこう、ギュッと握ったら、僕の手のひらに、ケントって書いてくる。なんかこう、すごくあったかい気持ちになって、うん、なんか、まあ、亡くなる。まあ、その先、どれだけ時間があるかわからないけども、おばあちゃんをもっと、なんかこう、おばあちゃんといる時間を大切にしたいなって、その時思いましたね。そうか、そうか。なんかこの話から千賀の知らなかった一面が。見れましたね。おばあちゃん大好きだから、月に一回はもう会いに行きます。うん、あ、そうなんだ、うん。時間をね、大切に使って。はい。はいはい。さあ、このコーナーで言えなかったありがとうの気持ちを僕ら、このコーナーであなたが言えなかったありがとうの気持ちをお待ちしています。誰にどんな思いを伝えたいのか書いてください。はい、受付メールアドレスは kmf@allnightnippon.com kmf@allnightnippon.com 件名の欄にありがとうと書いてください。Kiss my foot too. All night Nippon Premium. さあ、もうお別れのお時間ですね。はい。はい。早いな。秘密結社。秘密結社と。起きてる秘密結社。ちょっとやめてください。なんだっけ、エロフォンだっけ。エロフォン X です。エロフォン X ですね。もう本当玉森優太ってすげえなと思ったわ。玉切り。あ、毎回やっててね。すげえな。そう、メール来てます。男心ですね。先ほどのやつ。めぐみさん。うちの子たち、年長くらいから俺って言ってます。あー、早いんじゃないそれ。でもね、俺っていうのがかっこいいと思う時期があんだと思うんだよね。そうね。子供ながら。何かのきっかけがあるわけじゃないですか。うん、それがその親にとっ
っては、はい、俺って言った方がいいのかとか、まだ僕がいいのかとかあるじゃないですか。だからその辺も我々もね、子供たちとやっていくんで気をつけていきましょうね。あ、そうだね、番組もね、はい、GTV でやってますからね、子供と一緒に絡んでるからね。そうですよ、影響出ますからね、気をつけていきましょう。さあ、そしてもう一個ですね、なっちゃんさん。家に入れてくれない彼氏が実は既婚者だったっていう話はよく聞きますよ。ドロドロやん。ドロドロだね、これは。なるほどね。そう、俺のパターンじゃないのを、まああれだけどね、祈るけど。そうです ね、 ね、まあ、エロフォンぐらいにしといてもらえましょうか、うん、秘密結社でもいいですけど。さあ、名古屋市ですね、ひいこさん。私は女性ですが秘密結社です。極力部屋に誰も入れたくないです。あ、秘密結社だね。なんだろう、やっぱ恥ずかしいじゃん。恥ずかしい、うん、家に入れるのなんか裸になってるみたいじゃん。さっきもそれ北山さん言います。さらけ出してもう秘密結社、秘密結社がいたな。そうなんだ、うん、何が恥ずかしいんだろう。いや、なんかさ、家具の趣味だったりとか、あー、雰囲気、部屋の雰囲気、部屋のやつとか、あとなんか、まず分かんないけど、食器一つにしてもなんか、それこれ使ってんだ感があるとなんか嫌じゃない。招きたい人もいるもんね。そう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 、そういう人ってそういうように、あの、家具を揃えてるからね。そう、そう、あ、うん、ゆうちんさん、19歳、うん、千賀くん、あえっ、じゃねえよ。千賀くん、あえっ、XS は、あえ XS ではなく、10S ですよ。読み方違います。つまりエロ 1410X です。あ、ちょっと見せてもらっていいですか。え、千賀さんだから、あの、XS じゃなくて 10S、 10S か、 10S か、だからエロ 1410X ってこと。そうそうそう、あ、なるほどね。エロ 1410X。 こんなのさ、あの、マジで送ってくんの。いやいや、ちゃんと聞いて、訂正してくれたんだよ。ありがとう。その訂正は嬉しいんだけど、なんか 1410X まで。もし違うところに言ったら、そうね。あ、じゃあ次使うときはエロ 1410X っていう言い方をちゃんと、ね、言わないでしょうけど。すいません、すいません。なるほど、ね。訂正じゃないと。でもメールありがとうございます。ありがとうございます。さあ、来週は、横尾さんと藤原さんと僕ですね、君を大好きだスペシャル、うん、9時50分まで拡大生放送でございますので、ね、詳しくは番組のホームページチェックしてください、うん、で、来週はよいこさんのあのラジオ、はい、ね、ミヤッチが出るらしいですよ。おー、トシ君が、うん、まあ、横尾さんと俺、あの、千賀でね、はい、2人でお邪魔しましたけれども、はい、そちらもチェックでよろしくお願いします、はい、そしてシングルも2月6日君を大好きだリリース、はい、2月15日北山ひろみつとらさん、僕は猫になったわけ公開でございます。はい、なんかいろいろ詰め込みで、はい、たくさんお知らせがあることは嬉しいことですのでね、はい、ぜひも来週9時50分まで拡大ということなので、よろしくお願いします、はい、お願いします。さあ、本日はちくまるとつのオーナーのコンプレミアム、今夜のお会いしたらちくまるとつの北山ひろみつと横尾渡ると千賀健人でした。それではまた来週、バイバイ、バイバイ。